子供の頃ってさ、ちょっとでも前に投げなさいとかってやっぱ言われたからさ、あの前で投げろって言うとどうしても肘が先に出ちゃうんですよ。まあそうね、うん、だから怪我しちゃうんですよ、それがだと、正しいです、正しいです、正しいです、ダース投げではダメです。手首よりも肘が絶対前に出た時点でダメなんで。ダメなの？はい。なんとなく投げるってさ、こういうイメージあるじゃないですか、はい、こういうイメージありますけど、あら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 、この時点でダメなんですよ。そうそうそう、ダメなの？イメージはもうここのトップを作ったところから、もうここが一番マックスなんですよ。へえ。初めて聞いた、でもその理論。なんか遠い方が、この辺で話す方がなんかこうブレるんかなって僕ら勝手に思ってたんだけど、に見えるだけで実際は違うの、うん、違うの。へえ。だから後ろで投げちゃわないとダメなんです。後ろで投げるのか、初めて聞いたわ。先週やったぞ。すごい、やっぱりこれじゃ打てないわ。